12時ですね。1分間だけ全国同時100万人で調査すると思うんですが、どう思われますか？いいですね。いいですね。プラス思考ですね。採点されないんですが、でもこれで今やってやれてるんですが、でもほとんどまあほとんどマイナス思考の方ほとんど多いんですから、なかなか私たちも2人で、まあ、叩かれるんですが、まあ会社さんと2人ですから、コンビですから、なんとか耐えれてるんですが、でも一つだけ望みをかけています。来年、今からですが、やっぱりインターネットの時代ですから、動画をちょっと今研究させて、仲間で研究させてもらってるんですが、動画を発信して、なんと来年100万につなごうということを思ってます。リハーサルです。今日30秒間だけ手をつなぎます。手をつないでしっかり粘って、何を願うか、今日はせっかく来てもらったんですから、ここのバブザンさんの知恵をいただいて、皆さんが幸せになることを願って30秒間念を送って、みんなでこの共有してね、ここはこの場ですが、それが全体でネットになって、全国でネットが作れると夢見て、今から30秒間皆さんの幸せを願って念を送りたいと思います。じゃあ始め。全体の話を全部聞かれて、いろんなことを聞かれました。ここで佐々木さんにそのこと、感想などをちょっと全体を通しての感想を喋ってもらいます。そうですね、いいです、聞いたことがあって。なるほど、言おうとしたのは、一番に空でなしに私は出会いと思いました。今後とも一つよろしくお願いします。ありがとうございました。藤原という子ですね。私の母親は郡山の藤原の中雑というか役場の秘書の上の家なんです。別荘になってカーターさんがね、購入した時に使ったという別荘地ですね。今はそこはいとこがですね、倒産したというか、ダメになっていると。本当はですね、本当に1年じゃなくて半年前までは幸運は女性がすごいと、例えば沢口さんの奥さんの腹ではやってるのりこさんはですね、私と同級生でね、カリスマ性に富んでおりまして、昔からすごいなと思ってたら、今度はですね、やってからっていうんでなしに、それを一緒になって自分のできることで盛り上げていっていただければ嬉しいな。男と女のという話ではなくて、男は男に、女は女になって、そしてその持ち味を生かし合っていくという世界になってほしいなというふうにと思っておりますので、幸運ではそれができそうな気がしております。今日皆さんの中に尖ったとどういうかな、トゲみたいなものが立った人もいるでしょう。芽吹いたものがあって、大変こんなことをしようと思ったこともあると思いますが、そんな思いを広めていくために、ご本開きやります。座ったままで結構です。これはですね、落語家から学びました。パパパン、パパパン、パパパン、パン、よで言うんだ。お買い求めていただいたら、お金をきちっと払ってください。お帰りください。お帰りください。